アラビアンナイト、アラジンと不思議なランプ、菊池寛。昔、シナの都にムスタフという貧乏な仕立て屋が住んでいました。このムスタフにはおかみさんとアラジンと呼ぶたった一人の息子とがありました。この仕立て屋は大変心がけの良い人で、一生懸命に働きましたけれども、悲しいことには息子が大の怠け者で、年が年中町へ行って怠け者の子供たちと遊び暮らしていました。何か仕事を覚えなければならない年頃になっても、そんなことはまっぴらだと言って跳ねつけますので、本当にこの子のことをどうしたらいいのか、両親も途方に暮れているありさまでした。それでもお父さんのムスタフはせめて仕立て縁でもしようと思いました。それである日、アラジンを仕事場へ連れて行って仕立て物を教えようとしましたが、アラジンはバカにして笑っているばかりでした。そしてお父さんの油断を見すまして、いち早く逃げ出してしまいました。お父さんとお母さんはすぐに追っかけて出たのですけれど、アラジンの走り方があんまり速いので、もうどこへ行ったのか皆目姿は見えませんでした。ああ、わしにはこの怠け者をどうすることもできないのか。ムスタフは嘆きました。そして間もなく子供のことを心配のあまり病気になって死んでしまいました。こうなるとアラジンのお母さんは少しばかりあった仕立て物に使う道具を売り払って、それからあとは糸を紡いで暮らしを立てていました。さて、ある日、アラジンがいつものように町の怠け者と一緒に面子をして遊んでいました。ところがそこへいつの間にか背の高い色の黒いおじいさんがやってきて、じっとアラジンを見つめていました。やがて、面子が一勝負終わったとき、そのおじいさんがアラジンに、おいでおいでをしました。そして、お前の名は何というのかね、と尋ねました。この人は大変親切そうな風をしていましたが、本当はアフリカの魔法使いでした。私の名はアラジンです。アラジンは、一体このおじいさんは誰だろうと思いながら、こう答えました。それから、お前のお父さんの名は？また魔法使いが聞きました。お父さんの名はムスタフといって仕立て屋でした。でもとっくの昔に死にましたよ。とアラジンは答えました。するとこの悪者の魔法使いは、ああ、それは私の弟だ。お前はまあ私の甥だったんだね。
私はしばらく外国へ行っていた。お前のおじさんなんだよ。と言って、いきなりアラジンを抱きしめました。そして、早く家へ帰って、お母さんに、私が会いに行きますから、と言っておくれ。それから、ほんの少しですが、と言って、これをあげておくれ。と言って、アラジンの手に金貨を5枚握らせました。アラジンは大急ぎで家へ帰って、お母さんに、このおじさんだという人の話をしました。するとお母さんは、そりゃきっと何かの間違いだろう。お前におじさんなんかありゃしないよ。と言いました。しかしお母さんは、その人がくれたという金貨を見て、ひょっとしたらそのおじいさんは親類の人かもしれない、と思いました。それで、できる限りのご馳走をして、その人が来るのを待っていました。まもなくアフリカの魔法使いは、いろいろ珍しい果物や、おいしいお菓子をどっさりお土産に持ってやってきました。亡くなったかわいそうな弟の話をしてください。いつも弟がどこに腰掛けていたか教えてください。と、魔法使いはお母さんとアラジンに聞きました。お母さんはいつもムスタフが腰掛けていた長い椅子を教えてやりました。すると魔法使いはその前にひざまずいて、泣きながらその長い椅子にキスしました。それでお母さんは、この男は亡くなった主人の兄さんに違いない、と思うようになりました。ことにこの魔法使いが、アラジンを舐めるように可愛がるのを見て、なおさらそうときめいてしまったのでした。何か仕事をしているかね？魔法使いがアラジンに尋ねました。まあ、本当にお恥ずかしゅうございますわ。この子はしょっちゅう町へ行って遊んでばかりいまして、まだ何もしていないのでございますよ。お母さんが手をもみながらそう答えました。アラジンはおじさんだという人がじっと自分を見つめているので恥ずかしそうにうつむいていました。何か仕事をしなきゃいけませんな。魔法使いはこうお母さんに言っておいて、さて今度はアラジンに、お前は一体どんな商売がしてみたいのかね。私はお前に呉服店を出させてあげようと思っているのだが。と言いました。アラジンはこれを聞くと、有頂天になって喜びました。あくる日、おじさんだという人は、アラジンに立派な着物を一揃い買ってきてくれました。アラジンはそれを着て、このおじさんだという人に連れられて、町中を見物して歩きました。その次の日も、また魔法使いはアラジンを連れ出しました。
そして今度は美しい花園の中を通り抜けて田舎へ出ました。二人はずいぶん歩きました。アラジンはそろそろくたびれ始めましたけれども、魔法使いがおいしいお菓子や果物をくれたり、珍しい話を次から次と話して聞かせてくれたりするものですから、大してくたびれもしませんでした。そんなにしてとうとう二人は山と山との間の深い谷まで来てしまいました。そこでやっと魔法使いが足を止めました。ああ、とうとうやってきたな。まず焚き火をしようじゃないか。枯れ枝を少し拾ってきておくれ、とアラジンに言いました。アラジンは早速枯れ枝を拾いに行きました。そしてすぐ両手にいっぱい抱えて帰ってきました。魔法使いはそれに火をつけました。枯れ枝はどんどん燃え始めました。おじいさんは不思議な粉をポケットから出しました。それから口の中で何かブツブツ言いながら火の上に振りかけました。するとたちまち大地が揺れ始めました。そして目の前の地面がパッと割れて、大きな真っ四角な平たい石が現れてきました。その石の上には輪がはまっていました。アラジンは怖がって家へ走って帰ろうとしましたけれども、魔法使いはそうはさせませんでした。アラジンの襟髪をつかんで引き戻しました。おじさん、どうしてこんなひどいことをするんです。アラジンは泣きじゃくりながら見上げました。黙って私の言う通りにすればいい。この石の下には宝物があるのだ。それをお前に分けてやろうというのだ。だから私の言う通りに押し、すぐに出てくるからな、と魔法使いが言いました。宝物と聞くと、アラジンは今までの怖さはすっかり忘れて喜んでしまいました。そして魔法使いの言う通りに石の上の輪に手をかけると、石は造作なく持ち上がりました。アラジンや、ごらん、そこに下へ降りていく石段が見えるだろう。お前がその石段を降り切るとね、大広間が三つ並んでいるんだよ。その大広間を通っていくのだが、その時街灯が壁に触らないように気をつけなきゃいけないよ。もし触ったが最後、お前はすぐに死んでしまうからね。そうしてその大広間を通り抜けると、果物畑があるのだよ。その中をまた通り過ぎると、突き当たりに穴蔵がある。その中に一つのランプが灯っているからね。そのランプを下ろして、中の油を捨てて持ってお帰り。魔法使いはこう言いながら、
お守りだと言って魔法の指輪をアラジンの指にはめてくれました。そしてすぐに出かけるようにと命令しました。アラジンは魔法使いの言った通りに降りていきました。何もかも魔法使いが言った通りのものがありました。アラジンは三つの大広間と果物畑を通り抜けてランプのあるところまで来ました。そこでランプを取って油を捨てて大事に懐にしまってから辺りを見回しました。アラジンは夢にさえこんな見事な果物畑は見たことがありませんでした。なっている果物がいろいろさまざまの美しい色をしていて、まるでそこら一面虹が立ち込めたように見えるのです。透き通って水晶のようなものもありました。真っ赤な色をしていてパチパチと火花を散らしているのもありました。その他緑、青、紫、だいだい色なんどで、葉はみんな金と銀とでできていました。この果物は本当はダイヤモンドやルビーやエメラルドやサファイアなどという宝石だったのですが、アラジンには気がつきませんでした。けれどもあんまり見事だったものですから、帰りにこの果物を取ってポケットに入れておきました。アラジンがやっと石段の下までたどり着いたとき、地の上では魔法使いが一心に下の方を見つめて待っていました。そしてアラジンが石段を登りかけると、早くランプをよこし、と言って手を伸ばしました。私が持って出るまで待ってくださいな。出たらすぐにあげますから。ここからじゃ届かないんですもの。とアラジンは答えました。もっと手を持ち上げたら届くじゃないか。さあ、早くさ。おじいさんは怒った顔をして怒鳴りつけました。すっかり外へ出てから渡しますよ。アラジンは同じようなことを言いました。すると魔法使いは歯がゆがって地団駄を踏みました。そして不思議な粉を焚き火の中へ投げ込みました。口の中で何かブツブツ言いながら、そうするとたちまち石がずるずると蓋をしてしまい、地面の上へ帰る道が塞がってしまったのでした。アラジンは真っ暗な地の下へ閉じ込められてしまいました。これでそのおじいさんはアラジンのおじさんではないということがはっきりとわかりました。
この魔法使いは魔法の力によって遠いアフリカでこのランプのことを嗅ぎつけたのでした。このランプは大変不思議なランプなのです。そのことは読んでゆくに従ってだんだん皆さんに分かってくるでしょう。しかしこの魔法使いは自分でこのランプを取りに行くことはできないのでした。誰か他の人が取ってきてやらなければダメなのでした。それでアラジンにつきまとったわけです。そしてランプさえ手に入ったらアラジンを殺してしまおうと思っていたのでありました。けれどもすっかり当てが外れてしまいましたので魔法使いはアフリカへ帰ってしまいました。そして長い長い間シナへはやってきませんでした。さて地の下へ閉じ込められたアラジンはどこか逃げ道はないかとあの大広間や果物畑の方へ行ってみましたが地面の上へ帰っていく道はどこにもありませんでした。2日の間アラジンは泣き暮らしました。そしてどうしても地の下で死んでしまわなきゃならないのだと思いました。そして両方の手をしっかりと握り合わせました。その時魔法使いがはめてくれた指輪に触ったのでした。するとたちまち大きなお化けが床からむくむくと現れれてアラジンの前に立ちはだかりました。そして坊ちゃん、何かご用でございますか？私はその指輪の家来でございます。ですからその指輪をはめていらっしゃる方のおっしゃる通りにしなければならないのでございます。というのです。アラジンは飛び上がるほど喜びました。そして私の言うことならどんなことでも聞いてくれるんだね。よし、じゃあこんな恐ろしいところからすぐ連れ出しておくれとこう頼みました。そうするとすぐに地面へ登る道が開きました。そしてあっという間にもう自分の家の戸口まで帰っていました。お母さんがアラジンが帰ったので涙を流して喜びました。アラジンもお母さんに抱きついて何度も何度もキスしました。それからお母さんにこの間からの一部始終を話そうとしましたがお腹がペコペコでした。お母さん、何か食べさせてくださいな。私はお腹がペコペコで死にそうなんですとアラジンが言いました。お母さんは、ああそうだろうと思うねえ、だが困ったよ。もう家の中には少しぼっちの綿より他には何にもないんだよ。ちょっとお待ち、
この綿を売りに行って、そのお金で何か買ってきてあげよう。と言いました。すると、アラジンは、お母さん、待ってください。いいことがあります。綿を売るよりも、この私の持って帰ったランプをお売りなさいな。と言って、あのランプを出しました。けれども、ランプは大変古ぼけていて、ほこりまみれでした。少しでもきれいになったら、少しでも高く売れるだろうと思って、お母さんはそれを磨こうとしました。しかし、
母さんがそのランプをこするかこすらないかのうちに、大きな真っ黒いお化けが床からムクムクと出てきました。ちょうど煙のようにゆらゆらと体をゆすりながら、頭が天井へ届くと、そこから二人を見下ろしました。ご用は何でございますか。私はランプの家来でございます。そして私はランプを持っている方の言いつけ通りになるものでございます。とそのお化けが言いました。アラジンのお母さんはこのお化けを見たとき、怖さのあまり気を失ってしまいました。アラジンはすぐお母さんの手からランプをひったくりました。そして震えながら自分の手に持っていました。ほんの少しでもいいから食べるものを持っておいで。アラジンはやっぱり震えながらこう言いました。恐ろしいお化けがやっぱり天井からにらみつけていたものですから。がその時、ランプの家来はシュッと煙を立てて消えてゆきました。けれどもまたすぐに金のお皿の上に上等のごちそうを乗せて現れてきました。この時アラジンのお母さんはやっと気がつきました。けれどもこのごちそうを食べるのを大変怖がりました。そしてすぐにランプを売ってくれとアラジンに頼みました。あのお化けがきっと何か悪いことをするに違いないと考えたものですから。けれどもアラジンはお母さんの怖がっているのを笑いました。そしてこの魔法のランプと不思議な指輪の使い方が分かったから、これからはこの二つをうまく使って暮らし向きの助けにしようと思う、と言いました。二人は金のお皿を売って欲しいと思っていたお金を手に入れました。そしてそれをみんな使ってしまった時、アラジンはランプのお化けに、もっと持ってこいと言いつけました。こうして親子は何年も何年も楽しく暮らしていました。さてアラジンの住んでいる町にあるお城の王様のお姫様は大変美しい方だということでした。アラジンもこの噂を聞いていましたので、どうにかしてお姫様を一度拝みたいと思っていました。それでいろいろお姫様を拝む方法を考えてみましたけれど、どれもこれもみんなダメらしく思われるのでした。なぜかというと、お姫様はいつも外へお出ましになるときは決まったように深々とベールをかぶっていらっしゃったからであります。けれどもとうとうある日、アラジンは王様の御殿の中へ入ることができました。そしてお姫様が湯殿へおいでになるところを戸の隙間から覗いてみました。それからアラジンはお姫様の美しいお顔が忘れられませんでした。そして
お姫様が好きで好きでたまらなくなりました。お姫様は夏の夜の明け方のように美しい方でした。アラジンは家へ帰ってきてお母さんに、お母さん、私はとうとうお姫様を見てきましたよ。お母さん、私はお姫様をお嫁さんにしたくなりました。お母さん、すぐに王様のお城へ行って、お姫様をくださるようにお願いしてください。と言ってせがみました。お母さんは、息子の途方もない望みを聞いて笑いました。そしてまた、アラジンが気違いになったのではないかと思って心配もしました。しかし、アラジンはお母さんがうんと言うまではせがみ通しました。それで、お母さんは来る日、王様へのお土産に、あの魔法の果物をナフキンに包んで、不精不精にお城へ出かけて行きました。お城には、たくさんの人たちが詰めかけて、訴え事を申し出ておりました。お母さんはなんだかいじけてしまって、進み出て自分のお願いを申し上げることができませんでした。誰もまたお母さんに気がつきませんでした。そうして毎日毎日お城へ出かけて行って、やっと一週間目に王様のお目に留まりました。王様はアラジンに、あの女は何者だな、毎日毎日白い包みを持って来てるようだが、とお尋ねになりました。それで大臣はお母さんに王様の前へ進むように申しました。お母さんは少し進んで地面の上へひれ伏してしまいました。お母さんはあんまり恐れ多いので何も言うことができませんでした。けれども王様が大層お優しそうなので、やっと勇気を出してアラジンにお姫様をいただきたいとお願いしました。それから、これはアラジンが王様への捧げ物でございます。と言って、魔法の果物を包みから出して差し上げました。あたりにいた人々は、こんな立派な果物を生まれて一度も見たことがなかったものですから、びっくりして声を立てました。果物はいろいろさまざまに光り輝いて、見ている人たちがまぶしがるほどでした。王様も大驚きになりました。そして大臣を別の部屋へお呼びになって、あんな素晴らしい捧げ物をすることができる男なら、姫をやってもいいと思うが、どうだろうな。と、ご相談なさいました。ところが大臣は、ずっと前からお姫様を自分の息子のお嫁さんにしたいと思っていたものですから、そんなに急いで約束を遊ばないで、もう三月ほど待たせなさいまし。申し上げました。王様も、なるほどそうだとお思いになりました。
それでアラジンのお母さんに、もう三つ決まったら姫をやろうとおっしゃいました。アラジンはお姫様がいただけると聞いて、自分くらい幸せ者はないと思いました。それからは一日一日が矢のように早く過ぎて行きました。ところがそれから二月も過ぎたある夕方、町中が大層にぎやかなことがありました。アラジンは何事かと思って人に尋ねました。するとその人は、今晩お姫様が大臣の息子のところへお嫁にいらっしゃるからだと教えてくれました。アラジンは真っ赤になって怒りました。そしてすぐ家へ帰って、魔法のランプを取り出してこすりました。するとじきにあのお化けが出てきて、何をいたしましょうかと聞きました。王様のお城へ行って、お姫様と大臣の息子をすぐ連れてこいと言いつけました。たちまちお化けは御殿へ行って二人を連れて帰ってきました。そして今度は、大臣の息子をこの家から連れ出して朝まで外で待たしておけと命令しました。お姫様は怖がって震えていました。けれどもアラジンは、決して怖がらないでください、私こそはあなたの本当のお婿さんなのでございますと申し上げました。あくる朝早く、アラジンの言いつけた通りに、お化けは大臣の息子を連れて家の中へ入ってきました。そしてお姫様と一緒にお城へ連れて帰りました。それから間もなく王様が、おはようと言ってお姫様のお部屋へ入っていらっしゃいますと、お姫様は涙をポロポロこぼして泣いていらっしゃいました。そして大臣の息子はブルブル震えていました。どうしたのかねと王様がお尋ねになりました。けれどもお姫様は泣いていて何にもおっしゃいませんでした。その晩もまた同じようにアラジンはお化けに言いつけて二人を連れてこさせました。そしてもう一度大臣の息子を家の外に立たせておきました。次の日もやはりお姫様が泣いていらっしゃるのを見て、王様は大層お怒りになりました。そしてお姫様が何を聞いてもやっぱり黙っていらっしゃるので、なおなお怒っておしまいになりました。泣くのをおやめ、そして早く訳をお話し、話さないと殺してしまうよ。とお叱りになりました。それでやっとお姫様は、おとといの晩からの出来事をすっかりお話しになりました。大臣の息子は震えながら、どうぞお婿さんになるのをやめさせてくださいまし。とお願いしました。もう一晩だって
あんな目に遭うのは嫌だと思ったものですから。そういうわけでご婚礼はお取りやめになりました。そしていろんなお祝いもないことになりました。さていよいよ約束の三月の月日が経ってから、アラジンのお母さんは王様の前へ出ました。それでやっと王様はお姫様をこの女の息子にやるとお約束なすったことを思い出しになりました。それではわしが言った通りにすることにしよう。だがわしの娘をお嫁さんにする者は40枚の皿に宝石を山盛りにして、それを40人のクロンボの奴隷に持たせてよこさなければいけない。そして王様の召使いらしい立派な着物を着た西洋人の奴隷がそのクロンボの奴隷の手を引いてくるのだぞ、とおっしゃいました。アラジンのお母さんは困ったことになったと思いながら家へ帰ってきて、アラジンに王様のお言葉を伝えました。アラジンや、そんなことはとてもできないことじゃないかね。そう言ってため息をつきました。するとアラジンは、いいえお母さん、ダメじゃありませんよ。王様にはすぐ仰せの通りにしてご覧に入れますよ、と潔く言いました。それから魔法のランプをこすりました。そしてお化けが出てきた時、宝石を山盛りにした40枚のお皿と王様が言われただけの奴隷を連れてこい、と言いつけました。さてそれからこの立派な行列が町を通ってお城へ向かいました。町中の人々はぞろぞろと見物に出てきました。そしてみんな黒人の奴隷が頭の上に乗せている宝石を山盛りにした金のお皿を見てびっくりしました。お城へ着いて奴隷たちは王様に宝石を差し上げました。王様はずいぶん大驚きになりましたけれど、また大層お喜びになって、アラジンとお姫様とがすぐに婚礼するように、とおっしゃいました。お母さんが帰ってこのことをアラジンに告げますと、アラジンはすぐにはお城へ行かれないと言いました。そしてまずランプのお化けを呼んで、香水風呂と王様がお召しになるような金の縫い取りのある着物と、自分のお供をする40人の奴隷と、お母さんのお供をする6人の奴隷と、王様のお馬よりもっと美しい馬と、そして1万枚の金貨を10個の財布に分けて入れて持ってこいと命じました。さてこれらのものがみんな整ってから、アラジンは着物を着替えてお城へ向かいました。そして立派な馬に乗って40人の奴隷を召し連れていく道々、両側に見物しているたくさんの人たちに10個の財布から金貨をつかみ出してはバラバラと巻いてやりました。見物人たちは
キャッキャと言って大喜びでそれを拾いました。しかしその中の誰にだって昔町で野良くらと遊んでばかりいた怠け者がこんなになったとは気がつきませんでした。これはきっとどこかの国の王子様だろうと思っていました。こんな物々しいありさまでアラジンがお城へ着きますと、王様は早速お出迎えになってアラジンをお抱きになりました。それから家来たちにすぐお祝いの宴会と婚礼の用意をするようにとおっしゃいました。するとアラジンは、陛下しばらくお待ちくださいまし、私はお姫様がお住みになる御殿を建てますまでは婚礼はできませんと申し上げたのでありました。そうして家へ帰ってもう一度ランプのお化けを呼び寄せました。そして世界一の立派な御殿を作れ、その御殿は大理石と緑色の石と宝石とで作らなければいけない。そして真ん中に金と銀との壁と窓が24ついている大広間を作るのだ。それからその窓はダイヤモンドだのルビーだのその他の宝石で飾らなければいけない。けれどもたった一つだけは何にも飾りをしないでそのままにしておけ。それからまた馬屋も作らなければいけない。そして御殿の中にはたくさんの奴隷もいなければいけない。さあこれだけのことを早くやってくれと言いつけました。あくる朝アラジンは世界一かと思われるほどの御殿が立っているのに気がつきました。御殿の大理石の壁は朝日の光を受けて薄桃色に染まっていました。窓には宝石がきらめいていました。アラジンは早速お母さんと一緒にお城へ参りました。そして今日婚礼をさせていただきたいと申し入れました。お姫様はアラジンをご覧になってアラジンと仲良くしようとお思いになりました。町中はお祝いで大にぎわいでした。その明くる日は王様の方からアラジンの新御殿をお尋ねになりました。そしてまず大広間へお通りになって金と銀との壁と宝石を飾りつけた窓をご覧になって大変ご感服なさいました。そしてこれは世界で一番美しい御殿に違いない。わしにはこの御殿の中にあるたった一つのものでさえ世界第一の宝物のように思われる。だがここにたった一つ飾り付けをしてない窓があるのはどういうわけだね。とお尋ねになりました。するとアラジンは、陛下、それは陛下の尊いお手で飾り付けをしていただきたいと存じまして、わざわざ残しておいたのでございます。とお答えしました。王様は大変お喜びになりました。そしてすぐにお城の装飾係の人たちに、この窓を
他の窓と同じように飾りつけるようにお言いつけになりました。装飾係の人たちは何日も何日も働きました。そしてまだ窓の飾り付けが半分もできないうちに持っていた宝石をすっかり使ってしまいました。王様にこのことを申し上げますと、それでは自分の宝石をみんなやるから使うようにとおっしゃいました。それを使い果たしてもなお窓は出来上がりませんでした。それでアラジンは係の人たちに仕事を辞めさせて王様の宝石を全部返してしまいました。そしてその晩、もう一度ランプのお化けを呼びました。それで、窓は夜の明ける前に出来上がりました。王様と装飾係の人たちは、驚いてしまいました。けれども、アラジンは決して自分のお金持ちであることを自慢しませんでした。誰にでも優しく礼儀正しく付き合っていました。そして貧乏人には親切にしてやりました。それで誰も彼もアラジンに懐きました。アラジンはまた王様のために何度も何度も戦争に行って手柄を立てました。それで王様の一番のお気に入りの家来になりました。けれども遠いアフリカではアラジンをいじめる悪巧みがずっと考え続けられていました。あのおじさんだと言って騙した悪者のおじいさんの魔法使いは、魔法の力によって自分が地の下へ閉じ込めてしまった男の子があれから助かって大変な金持ちになったということを知ったからであります。そして怒って自分の髪の毛を引きむしりながら、あいつめ、きっとランプの使い方を悟ったのに違いない、俺はランプを取り返す方法を考えつくまでは忌々しくって夜もおちおち眠ることができない、と怒鳴っていたのでありました。それからやがてまた市内へやってきました。そしてアラジンの住んでいる町へ来て素晴らしい御殿を見ました。御殿があんまり美しいのとアラジンがお金持ちらしいのに腹が立って息が止まってしまうほどでした。そこで魔法使いは商人に化けました。そしてたくさんの銅で作ったランプを持って、新しいランプを古いランプと取り替えてあげます、町から町へこう言いながら歩きました。この呼び声を聞いて町の人たちは馬鹿げたことだと笑いながらも珍しそうに
魔法使いのそばへたかってきました。こんなことを言う男は気が狂っているかもしれないと思ったものですから、ちょうどこの時アラジンは狩りに出て留守でした。お姫様はただ一人大広間の窓に寄りかかって外の景色を眺めていらっしゃいました。町から聞こえてくる呼び声が耳に入ったものですから、早速奴隷をお呼びになりました。そして、あれは何と言っているのか聞いておいでとおっしゃいました。すぐに奴隷は聞いて帰ってきました。そして、さもさもおかしくてたまらないというふうに笑いながら、ずいぶん変なおじいさんなのでございますよ。新しいランプを古いランプと取り替えてあげますと申すのでございます。そんな馬鹿げた商いがございますでしょうかねと申し上げたのでございました。お姫様もこれをお聞きになって大層お笑いになりました。そして隅の方の壁にかかっていたランプを指差しになって、そこに随分古ぼけたランプがあるじゃないか、あれを持ってってそのおじいさんが本当に取り替えてくれるかどうか試してごらんとおっしゃいました。奴隷はランプを取り下ろして町へ走っていきました。魔法使いは魔法のランプを両手でしっかり受け取ってから、どれでも好きなのをお持ちくださいと言って、新しい銅のランプをたくさん並べ立てました。そして古いランプを大事そうに抱きしめて、他のことは何にも気がつかない様子でありました。この奴隷が新しいランプをみんな持って行ったってきっと気がつかなかったでしょう。それから魔法使いは少し歩いて町外れへ出ました。そして誰も通っている人がないのを見すまして、魔法のランプを取り出しました。そして静かにこすりました。するとたちまちあのお化けが目の前へ立ちはだかって、何の御用ですかと聞きました。お姫様を入れたまんまアラジンの御殿をアフリカの寂しいところへ持って行って建ててくれと魔法使いが言いました。すると瞬く間にアラジンの御殿はお姫様や家来たちを入れたまんま見えなくなってしまいました。まもなく王様がお城の窓から外をお眺めになって、アラジンの御殿がなくなっているのにお気づきになりました。しまった、アラジンは魔法使いだったのだな。王様はこうおっしゃって、すぐに家来を召してアラジンを鎖で縛って連れてこいとお命じになりました。家来たちは狩りから帰ってくるアラジンに行き合いましたので、すぐに捕まえて王様の前へ連れてきました。町の人々はアラジンに懐いていたものですから、アラジンが引かれていくそばへ寄ってきて、
どうかひどい目に遭わないようにとお祈りをしてくれました。王様はアラジンをご覧になって大変お叱りになりました。そして家来にすぐアラジンの首を切れとおっしゃいました。けれども町の人たちがお城へ押しかけてきて、そんなことをなすったら承知しませんと言って王様を脅かしました。それで仕方なく王様はアラジンの鎖を解いておやりになりました。アラジンはどうしてこんな目にお合わせになったのかと王様にお尋ねしました。王様はかわいそうに何にも知らないのか、まあここへ来てごらんと仰せになりました。そしてアラジンを窓のところへ連れてきて、アラジンの御殿が立っていたところが原っぱになっているのを指さして教えておやりになりました。お前の御殿はともかく、姫はどこへ行ったのだろう。わしの大事な大事な娘はどこへ行ったのだろう。と言って王様はお泣きになりました。アラジンは驚きのあまり、しばらくは口がきけませんでした。どこへ御殿が行ってしまったのだろうかと、原っぱを見つめたまんま、黙ってぼんやり立っていました。しかし、しばらくして、やっと口を切りました。陛下、どうか私に一月のお暇をくださいませ。そして、もしもその間に私がお姫様を連れ戻すことができませんでしたならば、その時、私をお殺しになってくださいませ。と、申し上げたのであります。王様はお許しになりました。アラジンはそれから3日の間は気が狂ったようになって、御殿はどこへ行ったのでしょうかと会う人ごとに尋ねてみました。けれども誰も知りませんでした。かえってアラジンが悲しんでいるのを笑ったりしました。それでアラジンはいっそ身を投げて死のうと思って川のほとりへ行きました。そして土手にひざまずいて死ぬ前のお祈りをしようとして両手をしっかりと握り合わせました。その時知らずに魔法の指輪をこすったのでした。するとたちまち指輪のお化けが目の前に突っ立ちました。どんなご用でございます？というのです。アラジンは大層喜びました。そしてお姫様と御殿をすぐに取り返してきてくれ、そして私の命を助けてくれと頼みました。ところが指輪の家来は、それはあいにく私にはできないことでございます。ただランプの家来だけが御殿を取り戻す力を持っているのでございますと答えたのであります。それでは御殿があるところまで私を連れて行ってくれ、そしてお姫様の部屋の窓の下へ立たせてくれ。アラジンは仕方がないのでこう頼みました。この言葉を言い切ってしまわないうちに、もうアラジンはアフリカについて御殿の窓の下に立っていました。
アラジンは大変くたびれていたものですから、そこでぐっすり寝込んでしまいました。しかし、ほどなく夜が明けて、小鳥の鳴く声で目を覚ましました。その時はもうすっかり元のような元気になっていました。そして、こんな悲しい目に遭うのは、きっと魔法のランプがなくなったせいに違いない。誰が盗んだかを見届けなければならぬ、と固く決心しました。さて、お姫様は、この朝はここへ連れてこられてから初めて機嫌よくお目覚めになったのでした。太陽はうらうらと輝いて、小鳥は楽しそうにさえずっていました。お姫様は、外の景色でも眺めようと思って、窓の方へ歩いておいでになりました。そして、窓の下に誰か立っているものがあるのをご覧になりました。よくよく見ると、それはアラジンでありました。お姫様は声を立ててお喜びになって、急いで窓をお開きになりました。この音でアラジンはふっと上を見上げたのであります。それからアラジンはいくつもいくつもの戸をうまく通り抜けてお姫様の部屋へ入っていきました。そして嬉しさのあまりお姫様をしばらく抱きしめていましたが、やがて顔を上げて、お姫様、あの大広間の隅の壁にかけてあった古いランプがどうなったかご存知ではございませんか?と申しました。すると、お姫様は、ああ、旦那様、私どうしましょう。私がうっかりしていたので、こんな悲しいことになってしまったんです。と言って、あのおじいさんの魔法使いが商人の封をしてきて、新しいランプと古いランプと取り替えてあげると言って、こんなことをしてしまったお話をなさいました。そして、今も持っていますよ。いつだって上着の中へ隠して、持ち歩いていますよ、とおっしゃいました。お姫様、私はそのランプを取り返さなきゃなりません。ですから、あなたもどうか私に加勢してくださいませ。今晩魔法使いがあなたとご一緒にご飯を食べるとき、あなたは一番いい着物を着て、そして親切そうな風をして、お世辞を言ってやってくださいまし。それから、アフリカのお酒が少し飲みたい、とおっしゃいませ。するとあの男がそれを取りに行きますからね。その時が来たら、私がまたあなたのおそばへ行って、こうこうしてくださいませ。と申し上げますから。とアラジンが申しました。さてその晩お姫様は一番いい着物をお召しになりました。そして魔法使いが入ってきた時ニコニコしていかにも親切そうな風をなさいました。魔法使いが、これは夢ではないか、と思ったほどでした。なぜかというと、お姫様は、ここへ連れてこられてからというものは、
いつもいつも悲しそうな顔をしているか、そうでない時は怒った顔をしていらっしゃるかでしたから。私、多分アラジンは死んでしまったのだろうと思いますの。ですから私、あなたのお嫁さんになりたいと思っています。まあそれはともかく、さあご飯にしましょう。おや、今日もやっぱりシナのお酒ですのね。私、シナのお酒にはもう飽いてしまいましたから、アフリカのお酒を持ってきてくださいな、とお姫様がおっしゃいました。アラジンはその間に粉を用意してきて、お姫様に、ご自分のお杯の中へ入れてください、と頼みました。そして魔法使いがアフリカのお酒を持って帰ってきた時、お姫様は粉を入れたお杯にそのお酒をなみなみとお継ぎになりました。そして、これから仲良くなる印ですから飲んでください、と言って魔法使いにお差しになりました。魔法使いは喜んでそれに口をつけました。しかし、それをみんな飲み干さないうちに床の上に倒れて死んでしまいました。アラジンは隠れていた次の部屋から飛んできて、魔法使いの上着の中を探し回しました。そして、魔法のランプを取り出して、大喜びでそれをこすりました。お化けが出てきますと、すぐに御殿をシナへ持って帰って、元の場所に立てるように、と言いつけました。次の朝、王様は大層早く目をお覚ましになりました。王様は悲しくてお眠りになることができなかったのです。そして窓のところへ行ってご覧になると、アラジンの御殿が元のところに立っているではありませんか。王様は嘘ではないかとお思いになりました。それで何べんも何べんも目をこすっては、じっと御殿の方をご覧になりました。夢ではないのかしら。朝の光を受けて前よりももっと美しく見える。とおっしゃいました。それから間もなく馬に乗ってアラジンの御殿を指して走っていらっしゃいました。そしてアラジンとお姫様とを両手に抱きしめてお喜びになりました。二人はアフリカの魔法使いの話をしてお聞かせしました。アラジンはまた魔法使いの死骸もお目にかけました。それからまた昔のような楽しい日が続きました。しかし、まだもう一つアラジンに心配が残っていました。それはアフリカの魔法使いの弟もやっぱり魔法を使っていたからです。そしてその弟は兄さんよりももっと悪者だったからであります。果たしてその弟が敵討ちのためにシナへやってきました。アラジンをひどい目に遭わせて魔法のランプをぶんどってこようと決心してきたのであります。そして
市内へ着くとすぐに、こっそり、まずファティマという尼さんを訪ねていきました。そして、上着とベールとを無理やりに貸してもらいました。それから、このことが他の人に知られてはいけないと思って、尼さんを殺してしまいました。さて、この悪者の魔法使いは、尼さんの上着とベールトをつけて、アラジンの御殿の近くの町を通りました。町の人々は、本当の尼さんだと思って、ひざまずいて、その上着にキスしました。まもなくお姫様は、ファティマが町を通っているということをお聞きになりました。それで、すぐ御殿へ来てくれるようにと、使いをおやりになりました。お姫様は、ファティマを始終見たい見たいと思っていらしたものですから、尼さんが来たとき、大変丁寧におもてなしなさいました。そして、大広間へ連れておいでになって、同じ長い椅子に腰掛けながら、この部屋がお気に召しまして、とお聞きになりました。魔法使いはベールを深くかぶったままで、本当に目が覚めるほどお綺麗でございますことですけれども、私このお部屋にたった一つ欲しいと思うものがございますのよ。それは他でもございません、六丁の卵があの高い天井の真ん中からぶら下がっていたら、もう申し分なしだと思いますわ。と答えました。これをお聞きになって、お姫様は、なんだか急にこの大広間が物足りないように思い始めになりました。そしてアラジンが入ってきたとき、大変悲しそうな顔をしていらっしゃいました。アラジンは、何事が起こったのですかと尋ねました。お姫様は、私この天井から六丁の卵がぶら下がっていなきゃ、なんだか悲しいんですものを、とおっしゃいました。そんなことならどうさないじゃございませんか、とアラジンはことも投げに行って、ランプを下ろして廊下へ出て、あのお化けを呼びました。けれどもランプのお化けはその命令を聞くと大変怒りました。顔をブルブル震わせながら、アラジンを叱りつけました。大バカ者、そんなものを私がやられると思っているのか。お前は私のご主人を殺して、あの天井からぶら下げてくれというのか。そんなバカは死んでしまうがいいや。お化けの目は、まるで石炭が燃えている時のように、真っ赤になっていました。しかし、やがて言葉を和らげて、だけれども、それはお前の心から出た願いでないということを、私はよく知っているのだよ。それは尼さんの封をしている、悪者の魔法使いが言わせたのだろう。と言いました。そして、お化けは消えました。アラジンはお姫様が待っている部屋へ急いで行きました。
そして、私は頭痛がしてなりません。尼さんを呼んでくださいませんか？あの方のお手でさすっていただいたら、きっと治るだろうと思います。と、お姫様に申しました。すぐに偽のファティマが来ました。アラジンは飛びついて、その胸へ短刀を突き刺しました。どうなすったのです。まあ、あなたは尼さんを殺すのですか。お姫様は泣き声でとがめました。これは尼さんではございません。これは私たちを殺しに来た魔法使いです。と、アラジンが申しました。こんなにして、アラジンは二人の悪い魔法使いの悪だくみから逃れました。そして、もうこの世の中には、誰もアラジンの幸せの邪魔をする者はなくなりました。アラジンとお姫様は、長い間楽しく暮らしました。そして、王様がお隠れになったとき、二人はとうとう王様とお妃様になりました。そして国をよく治めました。いつまでも、いつまでもその国は栄えたということであります。